さあ一方の準決勝はベルギーのフラゴティエとイギリスのフェアブラザーの対戦になりました。この対戦はですね、今年のヨーロッパ選手権の決勝戦と同じです、はい、競り込みの勝を見せました。勝った方が今のブラスコ選手と、負けた方が縦の選手との対戦ということになりますね。そうですね、体の大きい、方がイギリスのフェアブラザー22歳、イギリスの、まあ、新人と言っていいんでしょうね。フェアブラザー、そうですね、ここ1年ぐらいで急に力をつけてきた選手ですね。昨年の世界選手権が3位、今年のヨーロッパ選手権で優勝を飾りましたフェアブラザー。このイギリスの56キロ級にはですね、アン・ヒューズという元の世界チャンピオンがいたんですけどね。そうですね、ヒューズがいましたね。その選手の後に出てきた選手です、今はヒューズ選手はコーチですね。あ、もうコーチになってるんですか。はい、イギリスチームにコーチとして来てますね、はい、今上から攻めますのがベルギーのフラゴティエです。フェアブラザーが下になっていますが、フェアブラザーは2回から登場してオーストリアのアック、モーテガリが効果になりました。3回戦はフランスのアルノーを技あり合わせて1本、アルノーを技ありで1本勝ちをいたしました。合わせ技で1本勝ち。そして今フラゴティエと準決勝を戦っています。フラゴティエの方は2回戦アメリカのドナフー、巴投げが技ありになりました。3回戦はポルトガルのカバレリを小内刈り有効で破っています。準決勝はイギリスのフェアブラザー、左側、右側がベルギーのフラゴティエです。フラゴティエ選手はですね、昨年、まあ、世界選手権で2位になりまして、はい、それ以来かなり自信を持って試合をするようになりましたね、何か風格のようなものが出てきました。フェアブラザーとフラゴティエの対戦が続いています。残りが2分20秒台です。なかなか寝技もフラゴティエ選手いいものを持ってますよ、フェアブラザー選手はどちらかというと十字固めを中心とした寝技なんですけれどもね、フラゴティエ選手は抑え技も十字固めも比較的幅広く、立ち技の方ではそうですね、どちらが上なんでしょうか。そうですね、フラゴティエ選手はですね、やはり巴投げ非常に冴えてますね、有効になりました。墨返しですね、墨返し、フェアブラザーの墨返しが有効になりました、これでですね、フランスのアルノー選手を、まあ、技ありを取って倒した技なんですよ、今のがですね、イギリスのフェアブラザーが決勝進出をかけてのこの準決勝、有効を取りました。優位に立ちました。イギリスの選手というのはですね、非常に競り合ったところが強いんですね、もつれたところからすくい投げですとか、まあ、口利き倒しに行ったり、足を取っての肩車のような技もよく見せます、昨年の決勝戦、世界選手権の続いて決勝進出を果たすことができるかどうか、ベルギーのフラゴティエですが、巴投げに行きましたが十分ではありません。フラゴティエ有効を追います。残りが1分30秒を切りました。1分29秒、フェアブラザーの方が有効を一つ取っています。墨返し、相手を揺さぶります、フラゴティエ、なかなか力強いですよね。そうですね、まあ、このままいくとフェアブラザー選手指導の反則を取られる可能性もありますね、袖を取っての釣り込み腰を狙いましたフェアブラザー、有効を取っています。残りが1分2秒です。決勝進出は現在のところイギリスのフェアブラザー有効を取って優位に進めています。フラゴティエ反撃に移ります。内股、これは空を切っていますフェアブラザー、残りは50秒、
また行きました。これは心得ています。フェアブラザー、さあここからフェアブラザー選手は十字固めを狙いますよ。締め技に入ってますかね。今は締めを狙いながら十字に行くわけですね。そうですね、今は送り締めを、はい、狙ってますね。残り27秒ですね。抑え技に変化しましたね。抑え込みに入れるか。はい、縦四方の体勢を作りました。足が抜ければ決まります。足が抜ければ抑え込みに入ります。残りが15秒ですね。フェアブラザー入りましたね。抑え込みに入った。ついに ね、また絡んだ。また絡みました。さすがにフラゴチエ入りましたと言ったのは私の判断で、審判はコールはしてませんでした。してませんでしたね。時間です。試合終了です。フェアブラザーが決勝進出を果たしました。このフェアブラザーの応援のためにイギリスのアン王女もこの会場に見えていらっしゃるようですね。そうですか、先ほど画面でちらりとそのお姿が見られました。そうですか。フラゴティエが、まあ、そういった応援もありましてベルギーの、フェアブラザーがフラゴティエを破りまして決勝進出を果たしました。これでフラゴティエと立野との3位決定戦ということになりますね。はい、続いて男子71キロ級の準決勝、古賀が登場します。さあ古賀にとっての正念場になります。